はいどうもカップ委員長ですじゃあね、えー、今日も早速、自民党総裁選から見ていきましょうか。今日はどこ調べの統計なのかなまた日テレか。日テレは相変わらず石破さん推しなんですよね。<laughs> 懲りねえな。一応、誰を支持して、えー、自民党総裁でのね、この党員・党友調査ってのをこの間見たばっかじゃないですか。なんだろう、これ、また同じことやってんだよね。 どうしても石破さんですよっていう印象を付けて何のプラスになるんだろうね。反日売国勢にとってねこのヨった連中にとって石破さんだと何がそんなにいいんだろうか。いやなんかね反日売国勢なりにこの明確ななんかメリットっていうかさなんかそういうのがなんかはっきりとこの見て取れるんだったらまだああなるほど他かにそうだよなってなるん。 あるんならまだわかるんだけど、なんかそんなもん別になさそうなんだけどね。ね。だって自民党内で、なんだろう、もう最大派閥を率いている、だからもう無視できない存在とかでもないわけじゃん、この人。どっちかっ言ったら煙たがられてるでしょうん、ね。自民党この中から、ね、反日売国勢が完全にこの牛実践っ,って。 まあ、牛耳られてるようなもんですけどはっきり言ってねうんこの人をやたらとご利用して何なんだろうってじゃあまあ媚ビ感ですよと韓国面に転落して韓国っていうか北まあ北、まあ、じゃあ半島面に転落してますよとかといってなんかね今さら石破さん石破さんの一声でっつって対、ね、韓国対北なんかがもうガラッと この人のさじ加減でどうにでもなってしまうみたいなそんな絶大な影響力ねえだろ今更この人だからこの人を担いで何がしたいのかさっぱり意味がわかんないんですけどねうんまあ担ぎだけ好きなだけ担いとけよで次が18%であ石破さんが28%だってさで、えー、次がなんか江次く君小泉さん小泉さんそういえば今日なんかあれだね出馬記者会見やってましたね で早速なんか記者から結構 <laughs> ストレートな <laughs> 知的レベルが低いっていう指摘がありますけどそれについてどうですかとかって聞かれてたね <laughs>。知的レベルがあいう言い方してるけど要はね、うんうん、頭悪いんじゃないかって噂ですけどみたいなそういうことを平気で質問されちゃってるところがなんかね <laughs> 仮にも総裁になったら総理になる人ですよ。ね 一国の首相、総理代表に向かってさ、ね、うん、総理頭悪いっていう噂なんですけど、世間では。総理のことなんか、世間の人たちはみんな頭悪いやつって見てるらしいんですけど、それについて何かありますかって。<笑><笑>よくよく考えたらすごい質問だよね。うん。まあでもなんか、 でもちょっとカチンと来たのかその後なんか名前を問いただしてるううそんな感じでしたねあなたお名前何て言うんでしたっけみたいな <laughs> 覚えときますよってさすがにちょっとカチンと来たのかなエネジロウ軍的にもでもそこはね小泉公文でのらりくらり何が言いたいのかよくわかんない感じでね煙巻いて欲しかったんだけどな で、まあ、一応次が17%で高市さんその後はもう細かいですかね日テレ調べ半日マスゴミ調べではこの3人なのかなだか実際はこの小泉さん高市さんのこの決選投票でそこになんかどさくさでこの石破さんをこのなんかねじ込ましたい一応,一応そこで盛り上がってる風ってことにしたいっていうただそれだけなのかなその後もう上川さんとか小林さんとか もうだって河野さんが埋もれちゃってるもんね、3%パー止まりでね。うんでまあ、そんな中ですけども、えーとまあ、人物が2人ですかね、えー、茂木さんと河野太郎さんがそれぞれなんか発言があって、まず、まあまあ、どっちもないっちゃないんですけど、僕の中ではね、うんまあ、茂木さんはあ出馬表明ですよと。 防衛増税と子育て支援金の追加負担をそれぞれ1兆円分停止すると外国人の地方参政権付与に前向きもうこの時点でダメですね <laughs> な,なんで外国人の地方参政権付与に積極的なんだよな <laughs> 論外だろ <laughs> そもそも日本の政治家としてあるまじき発言見解だよな、えー、日本を多様性のある 多民族社会に変えるもう完全にダメですね完全に反日売国名に転落してますねこの人はまあかつてシェイシェイモテキなんて言われただけあってね、うん、まあ無理ですねこれで総裁選かなるほどねこんなこと言って勝てると思ってんのかなはーん で今度河野さんは河野さんで、なんかあの突拍子もないこと言ってた、でもこの人、前もこんなこと言ってたかな、原子力潜水艦配備する議論する必要がある、俺選挙対策でこの発言をする狙いがいまいち、ねえ、うん、別に原子力潜水艦配備に僕も個人的には反対はしませんよ、ね、核武装必要だと思うし、うん。 そもそもなんか日本の今このぐざぐざなのってやっぱり自分で自分の身一つ守ることもできない普通の国にすら慣れていないのが、ね、やっぱりかなり大きなあ一つの原因だと思うんで,でそれをやらせない、ね、やらすまいとあ、ね、がいてるのが日本国内の反日売国税で、ね、在日のあれらなわけでしょ、うん、だからまあ順序としてはやっぱり国内の掃除だよねこれをやりきんないと源泉配備なんてまあまず無理でしょう、ね、だって憲法改正 ね自衛隊を日本軍にすることすらできてないんだからさ、うん、まずはそこからじゃないのでまあ国内の掃除するっつったらこの人も掃除されちゃう側の人だからねうんね何のつもりでこのタイミングでそんな発言してるのか知らないですけどもまあ別に特に響きはしないですかね茂木さんにしろ河野さんにしろなんだろうね自民党のこの総裁候補からして日本のために仕事する気がね およそなさそううなやつばっっかりっていうのは残念ですよねさすが仏壇つぼ移民党って言えばそうなのかもしれないですけどもねえ <laughs> この俺を呼んで外国人の地方参政権はは <laughs> 何言ってんだよすっとことっこいがはは <laughs> もうずっと鉄板で焼いてろよほんとアホみてえにうんと思いますがはい以上です まあただ、ちょっとね、付け足しじゃないですけど、僕は、仏壇、つぼ移民党、仏壇、つぼ移民党って、もう完全にね、想像が何もこの期待してないし、この人たちこそが、なんだろう、ある意味、んか創価公明と一緒になって、日本をこのおかしくしている、元凶、そんな風に言ってますけども、そもそも反日特定野党界隈、立憲、共産、社民、令和維新以下同文。 あれらがももうまと日本の政界がもう完全に今のところね与党も野党もだから右とか左とか中道とか、ね、保守だのリベラルだのっていうのがもう関係なく総じて腐り切っちゃってんで、ね、どこの誰が出てきたところでもう何も変わんないんですよね、うん、じゃあどこの誰ならいいんだよって言われても誰もダメなんですよ、ね、例えばじゃあ仏壇積み民党の中でだってそうじゃないですか 誰選んだって結局財務省と経団連と、まあ、あと追加でアメリカか、ね、もうこれらの操り人形であることにはもう変わらないじゃないですか変わらないと思うんですよだからこの仏壇壺移民党内の総裁選とはいえだからまあ結局誰が総理になったところで今、うんうん、ぶっちゃけ何も変わらないですよね、まあ、この選挙ね総裁選なんてやってますけども,もうぶっちゃけ茶番だから意味ないんですよね うん、だある意味、もうなんか別にこれ、なんだろうな、うん、完全にデキレースだったとしても、ねうん、不思議じゃないですよね、うん、ただの配線処理みたいなもんなんで、だから、そういう意味では、ね、じゃあ、ね、この今、一応岸田さんだったわけでしょ、でその前、菅さんだったわけじゃないですか、まあ、かもなく、不可もなくかな今、今言えばですけども、今思えばですけどもね、うんまあ、別にいい意味でゃないですよ。 特に岸田,さん岸田さんがこの総理になったとき、ね、僕もそうでしたけども、も散々散々このね増税メガネ、増税メガネ、ね、僕もこう吐き捨ててましたけども、もじゃあ岸田さん以外の誰だったらよかったんだよって言われたら、ね、誰かなってもやっぱり結局変わらなかったんじゃないかなってやっぱ思うんですよね。じゃあ今後どうするのか、このままでいいと思うんだったら別に誰かなって、ね、変わらずぐだぐだのまんま。 ねえ自分で自分の見守ることすらできない普通の国未満のどうしようもない、ね、え他国に食われて食い散らかされてぶ、ね、分どられて混乱させられて分断されて、ね、え切り取られて売り飛ばされて、ね、えそれでもなんだかんだ言いながら、ね、え現状維持という名の後退に甘んじて、ね、え興味ない我関せず、ね、えそれでいくっつんだったらそれでいいと思いますよ。 僕は少なくとももうちょっとマシな日本社会にできないもんかなって思うんでこのままでは一応だめだと思うんですよね。うん